久しぶりに釣り行きますか。今年、去年の11月末から1回も行ってないんでね、約10ヶ月釣り竿を握ってないんだけど、まあ今日仕事サボって釣り行きますか。今日釣り行こうよ。仕事もそこそこにして、これ一応 YouTube 出すから、高橋漁師のな。お前もほんと役に入り込むねな。もう俳優だお前。なんでこれ琵琶湖に行くことになったかっていうとさ、パッと思ったのが、あの湖の女たちっていう映画がさあってさ、で松本まり子が泣いてさ、その福士蒼汰にあのレイプされちゃうんだよな。ほいでもうもちろんよ、要するにレイプにレイプでもうめちゃめちゃやねん。ほんで泣きじゃくっとんねん。それ見て何やねん思って、それでお前興奮したんか。おお、ほいでなんか見たことある背景だな思ったら、これ臆病かったよそこが。これで釣り行こうとなって。聞くあれがよ、松あのその何、湖の女っていう映画をよ、その松本まり子って俺初めて知ったんや今日。そうなんだ、興味ない。俺は初めて、生まれて初めて知って、福士蒼汰も存在を生まれて初めて知って、イケメン時代に遅れとるわ。テレビないからな。で内容がお前もうマリコがレイプレイプでもうめちゃめちゃや。でレイプされてな。本当かそれお前。映画だから本当かお前。で映画だからレイプ、映画のストーリーがな、レイプされて、されればされるほどもう感じて好きになってるんだ。本当かそれ。だからそういう無茶苦茶な映画なんだよ。で本当だっつうの。でそれでその映画の試写会でさ、その役に入りきっちゃっとるじゃん。要するになんかそういうレイプされるんやけど好きになっちゃうっていう役やから、だから怒鳴り声あげられて、もうバックでもうめちゃめちゃやられて、ほんとかよマジやって、これでガンシャガンシャで。嘘だよ。それで初めは嫌いだった、それ初めは嫌いだったんだけど好きになっちゃったみたいな。お前のそれをこうだったらいいなっていうストーリーじゃん。いやいや、だからその映画のダイジェスト1分のショートムービーって分かるやないかお前。いや、ガンシャなんかあるわけねえじゃん。あるある。だからガンシャはないけど、そういう映画なんだよ、うん、お前の思い込みと想像はな。だから女っちゅうのはさ、やっぱ初めは嫌いでもな、体がやっぱりお前一回やっちゃうとお前求めちゃうんだよ。昔の昭和のあのドラマと AV の水着だよ。おお、そうやな。そのパターン多かったな昭和のやつ。遠いね都は。車で2時間半。でもさ、これ高橋漁師のチャンネルだからさ、もう久々だね、釣りもね、釣り動画上げてないじゃん。だから1年ぐらいバンザ撮ってるな、5回でな、うん、これから俺も釣りに本格的に取り組んでいこうと思ってるから。いや、あのそういう嘘を視聴者はよう見とるから。いいんだよ、嘘つけだ。俺は誠実でいくけど。いいよ、お前さら誠実とか言わない方がいい。俺は誠実やな。いろんな人出てくれたやん。誰か。うちのこの1年間、この2年ぐらいか、このチャンネルに。高橋漁師のチャンネル。そう。あれ、クロちゃんとかね。クロちゃん、ああ、クロちゃん出たっけ。クロちゃんなんかお前。出たっけ。え、釣り？釣りでは出てくれたし。ああ、映画に出たな。1週間前も配信来て、うちの俺の生配信裏でやっとるからな。やってきてさ、またぐずぐず言っとんだ、あいつら。何を言っとんの。いや、でもね、こうでもないっつな。で言うことあるの？いっぱいあるので、やっぱクルちゃんもええけど、前もあのサワチンとかな、陽介とかも喧嘩しちゃってな、あれ。サワチンと陽介。おお。まあまあしょうがないな。しかも。しょうがないな。要するにそこに亀の兄さんも入っていて、あの三つどもえだ。しょうがないよ三人も。おお。で、そのみんななんで喧嘩になるかっていうのはさ、そのみんなが自分のチャンネル持つやん。チャンネル持ってるの？え？いや YouTube チャンネルももちろん持っとるし。うん、で生放送もやっとるわけよ。いやでもあいつら全員人気ないやん。ないよそりゃ。人気ないやつらが3人集まったってどうしようもねえ。いやいやいや、だからでも配信をしとるわけやん。いやしとるけど誰も来ないような配信やから。いやいや、でもそれをやっとると、うん、やっぱり無意識のうちにライバル意識がな。ライバルってものすごい低レベルやん。まあまあな、それは言ったらいかん、それはな。いや低レベルやん。それいろいろあるからな。だからそういうライバル意識が出てくるやんやっぱり。でその配信中にちょっと顔出してこう関わりとかあるとさ、人間関係ができてくるじゃん。あ、お前今日配信しとるんやみたいな。俺の方が閲覧多いとかさ。そんな思ってんの？そうそう、閲覧とかで競争もしたりすんのよ。そ
これで競ってもしょうがないじゃん。で俺の方が今度女にモテるとかな。モテねえよ全員。で言っときな、その、うん、陽介とカメドンとサーチンってなんかそうグヌグヌしとるから、俺は三兄弟って名付けたよ。ああそう、お前ら三兄弟みたいなやつや。ああそれ今度俺に怒ってきとんねあいつら。三兄弟って言うな言うて。なるほど。ほいで一時よ2対1になっとったよ。何が？そのあ三兄弟が三兄弟がその女の取り合いになってるの。そのアイドルみたいな女出てきたわけだ。アイドルおるもん。みーちゃんっていう女の子な。でアイドルやったみーちゃんが。何がアイドルなんだ。でその三兄弟で取り合いが始まったよ。でバカだね。で裏で DM 合戦よ。バカすぎ。ほいで結局その陽介優しいやん。陽ちゃんね。で陽ちゃんとは友達関係になっちゃったもんだから、ああだからその俺はもう長男次男呼んでるんやけど、ああカメドンサーチンのことは、ああ俺の長男次男がグルになっちゃったよな。ああ三男が女取ったと。なるほど。で今度2対1で今度こう陽ちゃんいじめ始めたけどな。ああなるほど。で陽ちゃんも無事切れてうわーわー言ってから、ほいで今度グズグズしてさ、ああじゃあ俺直接喧嘩しようやブレーキング波になっちゃった、うん、で今からお前んち行くわ言って寄っとるんや。ほいでなほいでもう今度それもでも飽きるやん。1年もやっとったら1年もやったらそんなバカで、おおそういう争い1年ぐらいかけてやってな。で俺は言っとったわけよ、まああんまり人と喧嘩するのも良くないでって。そりゃ良くないよ。でまあまあ仲良くやった方がいいんちゃうのぐらいの芸で楽しいんやそれ俺はね。だから今度その長男と次男のそのサーチン神野が今度大喧嘩だ。あ長男次男がボンベ思い出した。バカバカすぎ。大変なことになった。これまた女の取り合いだ。うん、俺も一人また言っちゃったんだわ。うん、お前らやめとけって言ったら、うん、今度俺のこと恨み始めたんや。うん、偉そうにしとるわけやってな。大変ね。なんかうちの配信出てくれたさ、うん、メンバーの人たちが喧嘩喧嘩で。喧嘩だ。喧嘩喧嘩で。まあ、一人ずつまたじゃあ今度出していくか。まあそうなんよ。で俺はさみんなに言うんやで、あの時どうやったねっていう話でまたすればいいじゃん。いやその争ってもしょうがないじゃんって言うんやけど、うん、やっぱ自我がさ人間で出るやん、うん、まあその時だけ出るでしょ。でも多分本当は内心思ってないわけだよ。いやいや思ってる。家にいてさ一人でいてさ、いやだからあしょうもないなあれって本当は思っとるけど、いやだからやっぱ強がっちゃうんだな。そういうとこに出るの、まあ、強がっちゃうし、うん、でもそのここでスッポンっていうな、スッポンさんってたまに出てくれた人おったやろ。もうスッポンな、俺はもう喧嘩喧嘩よ。スッポンも喧嘩するの？スッポンちゃんも喧嘩するの？スッポンもするの？裏で。もう、裏で、ね、やったらみたいなお互いになって、俺はもう。裏で。もう、喧嘩喧嘩で、俺止めたんや。もう、喧嘩をやめて、その。誰と喧嘩するの？その長男さんや。長男さん。長男が問題だな、やっぱそこな。いや、だからどっちが悪いってもないんやけど。あ長男問題だ、あれ、亀戸さん。その、スッポンが、なんか女の子と喋っとったんかな。そんなこと喋ったら何がいかんので、それをちょっと見てこうジェラシーが湧いて、ああ長男かな、そこでなんかちょっかいかけたんかな。ああおいたら今度すっぽんちゃんが無事切れてな、ああ女の前で舐めなんだよこら言うてうてこら言うてうちの配信に出てくれた人みんながトラブルになっちゃった。ああまあいいんじゃない。大変なことなんだ。人間関係ってそんなもんや。そう、ほんで俺はもう毎日言うわけよ、うん、毎日は言わんけどそんな争ってもよくないでって、うん、でもやっぱりなんか自我がな俺の方が上だとかなんかそのな何そうランキングしたがるんかな人間は。まあな、俺からしたらもう全部の話が今も一言でまとめたらしょうもない。しょうもない。しょうもない。いやだってあのこれはうちらだけじゃなくて、うん、いろんな配信会でそれが行われとんの。ああ、まあね、だから配信者同士でコラボしたんだけど、やっぱりお互いライバル意識あるじゃん。うん、でこれ釣りでもあるんだ実は。その社会のさコミュニティがね、ああみんなこれ嫌やで、ああ社会のコミュニティがみんな嫌でネットに逃げてきてる人がいっぱいおるわけじゃん。いや全部全員そうやな。でも結局そこで同じことが行われとるわけやんか。そういうことよな、うん、あらお前これ今釣りチャンネルだから言うけど俺も釣りのこと知っとるけど、まあ裏でひどいぜ釣り YouTuber も。釣り YouTuber 誰や。まあ、これはちょっと言えんもさすがに言ってくれよお前。そこでお前 NG はないぞお前。さすがに俺も裏情報裏情報言ってくれよ。俺も教えてくれよ。俺の胸に止めとるけどな釣り YouTuber 同士のな争いもえぐいで。釣り YouTuber 代表的なやつ誰。いやいやちょっとこれは言えんわさすがに。一人もう悪口悪口のよ。悪口言ったらダメだってダメだわお前。
もう散々なか、俺はさ売れてないやん、うん、売れてないこととそこまでそのなんだろう、その釣り YouTuber の中でさ、うん、ベスト10に入ってない存在じゃん。全然入ってない。うん、だからもう動画出しても1000回2000回やん、うん、再生でもされんやん。それな。これで結局その売れとるやつだわ揉めとんのは、うん、売れとるやつが裏で足引っ張ってな、ああそういうことか。それをまあ遠回しにやっぱ俺らぐらいになると入ってくれた俺に。おお、なるほどな。で俺はまああんまりそういう人と揉めてもしょうがない、自分のチャンネルで頑張りゃいいや。まあどこの業界でもあるってことだよね。そうそうそう、だから自分のチャンネルで自分の数字で自分とやればいいんだけど、あいつに負けたくないってなる。まあまあまあ、それライバル意識持つことは大事だけどね。何でもね。でも悪口は違うやん。違うね。うん、向上心とこの足の引っ張りはまた違ってくるから。そうそうそう、いろいろあんねん。俺はあいつは嫌いやでコラボはせえへんとかな。そんなこと言うの？ああ、あるやん。いろいろあるんや。あるんだ。大変な。ほんで、いろんな情報が俺のとこ入ってくるやん。おお。ああ。おいで、あれ、ヒデちゃんとクロちゃんも大喧嘩してまってな。ヒデちゃんってあれやろ？映画に出てくれたヒデちゃんや。いや、ヒデちゃんは好青年やで。いや、違う違う。好青年。クロちゃんとまた、もう今、もう裁判やる人、裁判しとる。何してんやあいつ。何してんやあいつ。喧嘩喧嘩よ。いやいや、高青年なんだ。いや、だからそういう、なんていうのかな。秀樹だろ、だって秀樹。いや、だからどうか知らんけど、詳しくな。俺は知らんのよ。やっぱ親しき中にも礼儀ありが俺は重要じゃないの、秀ちゃん言って。で、クロちゃんもまあそんなに。礼儀なかったんだ、意外と。いや、が恨んでもしゃあないしな、言って。礼儀なかったのあれ、親友だったよ、あいつら。いや、今、いろいろあるんだな、言えないんだ、ここでは。裁判言えないのか、お前。で、今度。クルちゃんがまたブチ切れて、今度サーチン次男訴えるで裁判するってな。どういうつながりだよそれ。で今度内容証明送りつけてな、家に。サーチンと会ったことねえだろ。だっていやだからインターネットで言った言わんだけで名誉毀損やで。例えば俺がお前が俺がお前のことをカッコつけてるバカだよとか、これだけで一応お前が名誉毀損で訴えられたら、うん、一応通るわけだ。で裁判、過去の裁判では何の罪になるの？要するに公の前でその人の名誉を傷つけたと。ああで、まあ、金額は20万30万レベルや、そのぐらいだったな。うん、そうそうそう。だからそれをだってクルちゃんがもう裁判で、俺言ったよ本人に。ああ落ち着けと。ああ何でもそら裁判してな、その何でも警察だったりして、もう もっと笑顔で行こうってな。ああで今だいぶ改心してくれたみたいな。うん、開示請求します。最近流行っとるな。そうそう、だからネットでさ、うん、その悪口言われて開示請求する言うて、まあまあした方がいいとこもあるけどやっぱね。いや、じゃあそれが必要だったらな。その誹謗中傷ってひどいのがいっぱいあるからやっぱ今だけさ。俺なんかいつも言われてるで、うん、悪口、うん、まあ、言われたらいいじゃん。いや悪口言われても別に5チャンネルも書かれてる。5チャンネル書かれてんのか。もう俺の悪口書かれてる。誰が書いたの？サーチンか。サーチンじゃないよ。サーチンは別にカメドンか。カメドンでもないな。そのもっと陰湿なやつや。誰よ。まだ分からんけど、回答いっぱい書いとるで。でも知っとるやつが書いたんだろうけど。いや、だってリスナーはいっぱいおるからよ。あれよう知らんけど。ハムちゃんか、ハムちゃん。ハムちゃんもあのロリでな。うん、あのハムちゃん、ロリボンの。ガチロリだよ。うん、あの本当のロリボンな。小学出たら成人式っつってな。わけのわかんこと言っとんね。新生のロリボンだな。おガチやな、あの人。ハムちゃん小学出たら早くねえかっつって。いやいやいや、ガチロリだわ。そうですか。誰が書いとんだろうな。まあいっぱいおるでな、ファンは。ファンじゃなくてアンチってことやから。ファンチ、うん、ファンでもありちょっとアンチ。ファンやったけど、うん、なんか腹立っちゃったみたいな。まあでもアンチとファンはね、紙一重だからね、結構ね。まあ確かにな、紙一重なんだ。昔やっぱ巨人ってさ、プロ野球のね、巨人もファンとアンチで持っとるから。あ、そうなの。そうだよ。ファンも俺やん、ガチのファン。ガチファンな。好きなの、うん、で俺みたいなアンチも結局アンチだけど野球見ちゃうもんね。何、じゃあ心のどっかで巨人が憎いんだ。いや、憎くないよ。いや、でも下げたいわけやろ。そうそう、こっちの推しがあるから、推しが勝つために。で、その巨人が強すぎて、昔ね、巨人が今そうでもないけど、巨人強すぎてクソ巨人ってなっとるわけよ。憎しみやな、うん、ほんま憎しみみたいなのあるんだけど、うん、でもまあ言っても個人個人の選手好きなんやで、みんな。原監督も好きだし、みんな好きなんだ。篠塚さん、篠塚さんもやっぱなんだかんだ好きだから。でもなんかこうクソ巨人ってなっちゃうから、アンチの
分持って持っとるもんね、やっぱ巨人の。それうちの親と一緒やな、うん、巨人を憎んどったよ、うん、結局見ちゃうから、うん、いつもな、あのうちの親言っとったわ、うん、あの巨人が飛行機で遠征行ったら、うん、飛行機落ちろ飛行機落ちろって言うとったよ。そんなこと思われそんぐらい気が取った、うん、そんなこと巨人はゴミだって言った。だから俺それを幼稚園から聞かされとるやん、うん、だから二十歳ぐらいになるまで本当に巨人っていうのはゴミみたいなっていう洗脳されとったよ、うんうん、ゴミじゃないけど、まあ、今は野球見んからな、うん、巨人があってのプレーけど、じゃあ、あれ大谷どう思うよ、お前。大谷はお前今すごいね、50本50盗塁狙ったからな。アンチはおるんかね、大谷。アンチは少ないな、今のところな。ここにおるで少ないな、うん、まあ、アンチか、大谷嫌いなの。嫌いじゃないけど、うん、ジェラシーだな、うん、その大谷と身長でも勝てない、腕相撲でも勝てない、おそらくで野球でも勝てないわけよ、当たり前じゃん。で年収も勝てないやん。そしたらちょっと悪口言いたくなるんだよ。俺つぶやいちゃう、大したことじゃない、野球なんてな、うん、アメリカではその日本でいうと卓球ぐらいなんやな、結局。そんなことないけどな。その日本で卓球選手って人気ないやん、うん、まあ、そんなもんないやん、アメリカでは。人気なかったら稼げないから。だって野沢直子がテレビに出て言ったんだから、が大谷翔平って誰も知らないですよ。野沢直子はアンチなんか。あれがアンチなんだ。大谷翔平誰も知りません。バチバチのアンチなんや。そうだ。やけんあんなこと言っとる。だから1割2割は知っとるけど、8割方のアメリカ人は誰も興味ないよって。野沢直子はもうバチバチのアンチだから。そうだ。そんなこと言わない。ここで叩かれたんか。そうや。普通言わないだろう。リアルにはどうなの、野球人気は。いや、そこそこ人気言うてもあると思うよ。いや、だからアメリカのスポーツ何番目なの。もう3番目ぐらいじゃないか。バスケ、バスケ、ラグビー、いや、アメフト、ああ野球、サッカーは。サッカー人気ない。アメリカは、アメリカ人もなんかサッカー人気ない。アメリカ人だから変なプライド持っとるやん。別にメキシコとかアルゼンチン、ブラジルはさ、ああサッカー上手いでやっとるでしょ、スペインとか。ああで、アメリカ人はサッカーは見下して、俺たちはバスケってやっとるな。まあちょっとサッカー人気ないな。だからそのでもまあ人気出つつあるらしいけど、ちょっと格下の競技みたいな、うん、アメリカが弱いからそのワールドカップで。でも、まあ、だってみんながやらないからよ、うん、弱いんだ。だからみんなはアメフトだ、バスケだ。バスケっておもろいの。もしかもしれない。俺バスケファンだから。あ、バスケットボール部か。俺バスケファンだよ。あんまりちょっと見たことないから。バスケは面白いよ。俺バスケがやっぱ一番面白いから、見とってな。点が入るから。でもあんな背の高いやつでいいんだら面白くねえけど、2m30cm のお前、そこをかわすのが面白い。 2m20cm のお前、中国人のお前、バケモンみたいな女が出てきてポンポン言うのが面白くねえ。いや、それはそれに勝ったら面白いじゃん。巨人を倒す、まさに勝てるのそれ。巨人を倒す、ね、あ、勝てるよお前。オリンピック見た、バスケ見たよ。あれひどかったな。あれ見たよ俺、ライブで見とったの。田村瑠衣、ん、田村瑠衣か。いや、誰だったかな、変な名前言うからせたけど、沢村瑠衣、なんとか類だわ。八村類な。八村類がよ、うん、何にもしないのにファウル取られてな。そうやで、お前。だからあれ、フランスのよ、オリンピックの。いや、フランスが自国開催だからよ、お前。ほんと、とんでもないことやりやがってな。あれ、そうやったやっぱ。あんな俺、退場見たことない。だから、ファウルをしてないのに、ファウルって言われて退場させられた。しかもテクニカルファウルっていうね、普通のファウルじゃない、テクニカルファウルっていう、ちょっと悪質なやつで2回取られて。普通のファウルだったら5回で退場なんだけど、テクニカルファウル2回で退場なんだ。そんなにルールも知らなかった。そしたらさ、一、うん、人少ない状況でやらないかってこと。いやいや、控えがおるから控えが出るんだけど、代わりは。ほー、うん、バスケって12、3人で回しとって、で常にコートの中に5人おると。ほで、まあその12、3人の中の1人が減っちゃったって。昔のサッカーだったら退場だったら補充できんかったんじゃん、うん、うん、サッカーはね。バスケはでも違うから補充できる、うん、代わりがおる常に。あ、まあ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 買い当たりしたりな、うん、だからまあそれ時間内で交代も自由で何回でも交代できるっていうスポーツだから。あれ八村塁ってハーフか。あれハーフで黒人みたいな感じやな。おお、黒人さんとのハーフだな。だから3つけたらいかんねんらしいね。あの黒人さんとのハーフ、あの黒人のさ人が今言っとんだけど、うん、その白人は素晴らしいけど黒人はちょっと隠したみたいな風潮あるやん。いや、それは白人が思っとるんだけど、俺からしたら。いや、だから日本人が先導でさ、白人さんとは言わんけどさ。いや、外人さんって言う。要するに外人さんって言う。俺は黒人って言っとるけど、うん、外人さんって言う。白人には白人、白人には白人で、うん、黒人には黒人で、日本はまあ黄色人種、黄色人だよ、うん、だから
あの3つけなくていいんだよ。そうか。そう、3つけると逆に逆差別だって言っとる。外人さんって言うでしょ。いや、黒人が、なんか黒人さんだろう、白人さんだろう、外人さんだろう、下に見られてるから逆に変に気使いわれて3つけられるの嫌って言うと。ああ、めんどくさいな。またうるさいよ、黒人も。白人もうるさいけどな。いや、白人ってもう外人さんって言うんですか。てか白人がまたあの、ひどいやん。ひどいかどうか知らんけど。ひどいかどうか、あのクルド人問題とかあるから。知らんけどな。あれ白人だろ。いや、あれトルコ人だよ、クルド人。あれ白人じゃねえ。トルコ、トルコ。まあ、いろいろあるでな。人種さ、その色で分けたらあかんわ。日本はでも、あの、黄色いモンキーっつって、あの、昔はな、それでイエローキャブってやったな。そう、だから、黄色い猿だって言われて、白人が、それこそ黒人とかがな、やりまくっちゃってイエローキャブって、黄色いタクシーっつってな、女やりまくって黄色い、レイプしたのか。レイプじゃない、もう日本人がバカだから、お黒人のこのチンチンが大好きで、おすぐ行っちゃうんだ。黒人ナンパされたら大きいでな、あいつら。おすぐ行っちゃうんだ。なんで、そうだ、レイプされながら感じちゃう。感じちゃう。だから自分から行っとんだから、はじめは嫌や嫌や言うんだけど、嫌じゃない、感じちゃう。自分から行っとんだって、まだ嫌じゃないんだよ。黒人のチンポを探し行くわけだ。そうそう、やらしてくださいって。それ日本人じゃねえな、それ。それがイエローキャブっつって昔やろうったの。あ、売春婦か。ほうや。売春婦や。要するに、確かによ、日本人よりよ、なんか、黒人はそう思うんけど、白人のイケメンってかっこいいやん。うん、まあ、トム・クルーズじゃないけど、昔の。トム・クルーズもかっこいいじゃん。まあ、トム・クルーズ身長162センチなんしとったの。知らないよ。これお前今バレたの。そうだよ。いや本当やって。162はないよ。162。それはないな。いや本当本当。でググってみ。いやそれも。めちゃめちゃちび。だからキムタクが166センチやん。いやいやもう。いやトムクルーズさんは175。162。162は嘘。今そのトムクルーズがその身長をその撮影技術でごまかしていたっつって、めちゃめちゃ小柄らしいよ。いやまあ大きくはない確かに。うん。大きくはない。いやちっちゃいんだよ。162は嘘。バックトゥザフューチャーで撮ったあの主役なんて158なんだから。マイケル・ジェイ・ホックス。おお、本当どっち。いやもうそれもそうそう。いや本当やってる。それはない。なんか本当に小柄ない。いや小柄やけど、やっぱ外国人の中で小柄なだけで、162とか158はないわ。あの T.M. レボリューションで撮ったじゃん。西谷君。156センチ。146センチな。156。146センチ。だからもうこんなお前そこ10センチぐらいのお前速滑舞台でも身長ごまかしとんねん。でもサーチンと陽介がお前身長サバ読んでることバラしてなった。俺怒られてまったよ。殺してやるって言われてね、今。誰にサーチン。身長ごときで。サーチン168だろ。178言うとったんやけど。168だろ。178言うとったんやけど、その実質162や言うて俺がバラしちゃって。62じゃないけど。いや、そんなもんや。168だろ。178じゃないぞ。陽介が164。いや、167あるな。あるか。ちょっとじゃあ用意してる、うん、ちょっと多めに今身長で今陽介悩んでやる。ああそうか、今落ち込んどんね。ああイケメンのな、その身長のことを触れるんだよ。イケメン高身長。そうしょうもないでほんま。俺言っとるわけよ、そんな身長がチビでもいいやん、あの170センチ以下人権なくてもいいやんって気にするなって言っとんのよ。気にしなくていいと思う。大体あの170ないやつはよ、あの身長にこだわるからな。ああこだわってないもんって。そう。で嘘はいかんやん。嘘はいかんな。あの迷いもいかんわ。あのキムタクだってあの175言いながらよ、166ってお前粗品にバラされたやん。バラされちゃったな。166。あいつも粗品も言うなよそんなこと。166とか。ほっといてやれよ。キムタクさんのブランドをさ。まあな。もう何十年かけて築き上げてきとるわけやから。本当に166のブランド。6なんかな。いや俺168だと思うな。8か。いや。でもさ、そういうのもさ、本人が隠すからさ、うん、本当はどうなんだろうな。もう175じゃないの、確かに。まあ175はないだろうな。まあいいんじゃないの、ジャニーズだから。だってさ、女の3サイズとか嘘ばっかりやねん。ほんまや。ああ嘘やねん。ウエスト57とか言って嘘やねん、全部。俺こないだよ、お前あの売春婦買ったんやん、これ。売春婦買ったんか。買ったんやん。ああ俺ガリガリが好きやん、俺。拒食症みたいな女買ったんや。ああで俺手のサイズがさ19センチやねん。 あの親指から小指でさ、手がメジャーになっとるからさ、ああちょっとお前ガリガリだからウエスト測ってやるっつって測ったの。ああ57だったんだよ。57ガリガリやで。ああもう本当に細いんだよ。ああそれが57だから、
ほとんどの売春婦が55とかさ、そうそう、全部そんな、うん、そんなやつおらんから、63、66 55だったらガリガリだから。そうやだね。おう、嘘ばっかりやな。最近売春婦は買っとるか。もうたまに買っとるか。俺オフレコで頼む。オフレコだ、オフレコで頼む。売春婦もな、売春婦な、最近のあの売春婦はあのフェラチオがヘボいよな。そうだな。うん、あので、俺この間指導しだったんだよ、フェラチオの仕方を。そうそうそう、どうやって舐めろ、こうこうやで、こうやで、どうやってしゃぶりとか。そうそう、で、やったら唾吐くやつが多いんだ。あれもベーベー、 AV の影響かもな。そうそう、で、結局しゃぶった時にさ、先走り汁が口の中に溜まってさ、それを飲み込みたくないもんだから吐くんだよ。あ、だからチンポにブーって吐く、つけるんだよ、唾を。あー、なるほどな。その薄めようと。そうさ、この間お前買った売春婦がお前唾が臭いもんだから、お前チンコからお前唾の唾液の匂いが臭すぎちゃって、お前できないや。わかるよ、わかるよ。もうええわと。乳首舐めで、俺お気持ちいい気持ちいい、乳首舐めて舐めてって、なんかくっさーってな。そうそう、なるんだあれ。唾液、あの口が臭いんじゃないんだよ。乳首舐めでお前臭くなった時、近いからもうずーっと臭いんだぞ。唾液が臭いんだよ。唾液が臭いからずーっと唾液でお前乳首が臭いんだぞ。なんか結局喉にさ、 あれ買っとんだよ、あの白い玉。ああ、元気玉か。元気玉とか喉に買っとるから。元気玉か。あれ、匂い玉な。匂い玉があれ、もうくせえんだわ。ああ、で、唾にも移っちゃうんだ、それな。ああ、白いやつが。白いやつがな。めちゃめちゃ臭くて、お前。臭いな、あれ。やめ、なえたね。今、野球選手もなんか女に手出して遊んどるのが多いらしいねな。みんな叩かれとるやん。ホテル連れ込んだって、なんか、レイプしちゃったりして、ね。まあ、昔からな。本当にレイプしてない、つつもたせもあるでな。ね、いやだから結局ホテル行ってさ、うん、セックスした後にさ無理やりやられたって女もおるやん。ええ、俺松本もそうだ。誰？松本人志もさ似たようなもんだよ。質問だあれは。でもレイプしたわけじゃないやん。いやでもレイプじゃなくてもレイプですって言われるからな。でもあれはさ証明できない。レイプとは言ってないでしょ。でももう何でもかんでも証明できないじゃないですか。そらすぎたことだ。レイプかどうかなんかって時間と一緒でさ。いや松本は要するにこれ右だ。これどれ。これこれか。この辺にお好み焼きもあったような気がする。これ右な。旅館があって駅だよね。左側だって。どこにある200メートル先ハンバーガー、これ近江和牛の。すごいやろこれ。これ切らんと食えんで。いやこれこのまま行くんだよ、豪快に。ちょっと豪快に頬張る。これ強いよ。頬張れないだろう。これすごい黒毛和牛の本物のポテトだ。うん、うん、これジャガイモ。どこに届くの。お前卵サンド、うん、卵いっぱいつくって白もに。これは多分切らないとなんかちょっと食いづらいな。これどうやってこれ食えねえじゃんどうやって食うんだよ。かじっていくしかないか、うん、こうやって。うん、これが黒毛和牛のハンバーグ。ピクルスが入ってるな。すごいな、ね。ハンバーグ。どうやって食ったらいいか分からない。おお。いやもうこうやって食うしかないだろ、バラして。このサラダもあれだわ、日本にないサラダだ。うん、何これ。トマトや。うん。トマトとピクルス。このピクルスめちゃめちゃうまいわ。あのマクドナルドとかのピクルスってまずいやん。これうまいぞ。まずくはないだろ。いやこれめっちゃうまい。古民家再生。古民家改装してる。ここうまいな。おお、うまかったな。あのうまかったな。おお。黒毛和牛な。黒毛和牛ハンバーガー。黒毛和牛の近江和牛。これうまい。じゃあちょっと釣りするかちょっとな。おお、今日60釣るわ。大崎寺に来ました。こういうのはね。寺とかそういうのは昔権力者がね
作ったんですよ、うん、だからこういう寺一個作るんでもねえ、いろんなこドラマがあるんだろうな。これこの辺の石なんてすごいよ。これみんな見えるかな、この石800年経ってる、これ作ってから。で石自体は30万年前からあるからね。そういうこと知らんバカ多いからね。これね、石、これ作ったの800年前に作ったんだけど、その石そのものは500万年前からあるからね。ものすごい歴史があるね、これ。そういうのを考えながら風景見てほしいんだよね、俺はな。ちょっと釣りやろう。これ投げます。いいやろ、これ。俺これな。あー、手堅く。ちょっと一匹魚見たいね。あと8ヶ月ぶりの釣りだから。見たよ、これで見るわ。俺、これちょっとでかいの狙ってみます。ちょっと投げましょう。反応あるか。まだないよ。魚おらんかもしれんな、これ。まあ、ちょっと移動しながら、もうずっと8ヶ月ぶりだから状況わからんけど、うん、まあ、バス釣りしてるやつがゼロやけど。暑いからだ。釣れないってこと。いや、暑いからみんな怠けたな。8月だからよ、魚は活性高いはずなんだよ。なあ。ああ、今度、リュウちゃん呼んで、あそこの船乗るか、無理やり。リュウちゃん呼んで。うちのリュウちゃん。リュウちゃん呼んで。リュウちゃん呼んで、もう、船乗せるか、あいつ。3日休むかもしらんぞ。仕事やぞ。いやいやいや、日焼けするぞ。俺仕事やぞ。新メンバー、リュウちゃんも出すか。リュウちゃんもやばいからな。ああ、そうだな。来たか。バレた。ちょっとああ、まあちっちゃいバスな、うん。ルアーがそれだからじゃない。見せて。この最強。最強41グラブ。ゲイリーグラブな。うん、なんかゲイリー山本のさ、うん、売れてねえかな、もうすでに。なんで。知らん。どうなんだ、バス釣りのこと知らんけど最近。いや、ゲイリーは永遠に売れるでしょ。売れとるか。これ30年前から売れてる、40年前から。ああ、そうか、うん。もうバス釣りっつったらこれだから。まあ俺もな、ゲイリー世代やからな。ゲイリーしか釣れないと思ってる。これか、今、オオサンショウウオ。オオサンショウウオな、あれでやらないかんな。オオサンショウウオやっぱ一番釣れるでしょ。あれ釣れるな。あとカーリーな。カーリーテール、もう廃盤になっちゃったらしい、あれ。マジで？そうだで。嘘？だから俺がもう100袋買ったやん。マジか？俺大量に買ったやろ、100袋買ったやん。あのカーリーテールを廃盤なの、廃盤だから買ったんだよ。マジか。もう売ってないで。オオサンショウウオもうほぼみんな廃盤かもな。人気ねえでな、俺しか使ってないって言うんだから。そうだな、オオサンショウウオ廃盤かも。みんなだからさ、沈み虫ばっかじゃん。沈みに行っとるな、やっぱり。いや、だからみんな使ってないね、釣りたいっていうのがやっぱひねくれ者の考えやからな。オオサンショウウオなんで人気ないんだろうね。ゲイリーだから人気ありそう。使ってるのが俺しかおらんからや。お前が使っとるから人気ないんだよ。いや、あの、もともと人気なくて、うん、俺が使って市場から消えたんよ。高橋さんのせいでなくなったっつって全部売れちゃって。あ、売れたの。そう、逆にな。でも売れてないからもう入荷せんだわ。もう在庫なくなったら売り切れだわ。いや、もちろんゲイリーの定番を何にするかで、オオサンショウウオが定番から外れとる。定番にならなかった。一番釣れるのにな。あの、沈みと互角以上に釣れる。いや、俺沈みよりワンチャン釣れるかなと思った。いや、釣れるよ。やっぱ見たことないワームやから食うのよ。いや、私もう動きがすごいよ、あれは。ああ、縦にも横にあの毛が生えてるからなあ。動きするんだ。お前やな。あれ、またサンサンの船乗らなあかんな。サンちゃんの船な。サンサンの船乗ってやるか。トントントンしろ言うて。やるか、あれ。サンちゃんも大変や、言うとるで。ほっこりしとる。ほんと、なんかいろいろ大変みたいやから。サンちゃんの船乗るか、うん、なあ。あ、今跳ねたか、バスが。マジで。ああ、分からんな。いや、琵琶湖もなかなか釣れんな。まあ、いつものこと。小バスのワンバイトがあった。あったで。動きるかもしれん。なあ、これリスナーは俺らのこれトーク求めとるらしいわ。自然な、あの、作り物じゃないトークがいいで。本音のな。ああ、本音のやつはさ、うん、これ放送流せないじゃん。そうやな、流せないじゃん。うん、俺らの本音やばいからな。いや、やばいよ。やばくはないけどよ。ちょっとこの辺で奥で、あのね、あれがあるとこの300メーターは釣り禁なの。
あそこにさ、V があるじゃん。あっから300メーターぐらいは網に漁業でマナーとして、だから向こうでやろう。いや、もうちょっと離れないかな。まあ一回降りよう。おう、だから向こうから。8ヶ月ぶりに琵琶湖で釣りしてるけどさ、いねえわ魚が。相変わらず、相変わらずだわ。そうだ、ここでねちょこちょこ釣ったことあるんで、釣り人も減ってんのかな。道がねえもんな。この辺も釣れるよ。まあやってみないと分かんないけどね。じゃあゆっくり投げていくわ。ラストチャンス、ここでやるか。俺が60バラしたとこ。さっき幸運の女神が追った猿。ああ、猿な。猿が追ったからね、釣れるよ。一人でさ、女の子ったからナンパしたらよかったかな。ナンパしたらよかったね。うん、でも、あの、51歳がナンパしたら、多分相手迷惑やで、20代なんですけどって。いやいや、もうなんとかそこはもうセックスに持ち込む。いやいやいや。セックス、セックス。20代よ、ナンパは。50代はえれえぞ。50代がセックスさせてくれ お父さんみたいな人だ。いいだろ、いいか、いいだろ、セックスさせろよ。まあな、喜ぶでな、女ってそんなもんやな。そうやで、訓にしてるわ、たっぷりと。 おじさんの訓にはたまに売春婦買いに行くけども、もう喜びまくって案外言っとるで。だろう、気持ちやろ言うたら、はいはい言うて。そんなんやな、女って。俺なんかもうものすごい訓にしてやるからな。訓にだ、訓にだっつって国に追えろよ。結局あれ入れられたら感じ取るでな、ね、女って。クリトリスも嫌だ嫌だとか言って、ベロベロに吸ってやったよ。嫌だ嫌だって言って、ビチャビチャ、ビチャビチャやからな。売春婦な、売春婦のクリトリスもクリ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 と気持ち悪いな、お前。ちょっとどれにする。ないな、ハマオがないんだけど。ハマオ、あ、ちょっとハマオ、なんでつけんの、ハマオ。ちょっと売春婦みたいなピンクにするか。ピンク、なあ、ピンク系がいいよ。売春婦、売春婦アームで。やめとけ、売春婦って。なんでやねん。スタッフ、すごい素晴らしい仕事やないか、ハルオール。ここでね、6バラしたんだ、俺、この間。たまにでかいの釣れる。まあ、多分大体小バスで終わるんやけどね、9.9%。でかいのも釣れることがたまにあるというね。降りれねえよ。どっから降りる。こうか。なんか映画湖の小鳥って映画でさ、奥琵琶湖で撮影してるね、あの映画ね。松本まりことね、福山聡太でね、松本のまりこがレイプされちゃって、でレイプされたらさ、そのレイプが良かったって好きになっちゃうんだよね、女っていう生き物は。そういう映画やねんな。キクリン知っとるか、湖のほとり。湖のほとりって映画があるねん。っていう映画が、福山聡太と松本まりこが主演で、今年の5月にな、公開されたんやけど、お前、要するに松本まり、映画や。松本まりこがお前、その琵琶湖のほとりでレイプされまくってな。それでガンシャガンシャで、やめてって言うんやけど、それでも惹かれちゃうみたいな。レイプで始まる恋もあるみたいな。そんなんや。いや、AV じゃねえよ。普通の映画だよ。AV だろ、レイプ。いや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 、そら映画にはレイプつきもんだろ、お前。釣れない。ここバスいねえわ、今日。無反応だね。穴があるけど、こういう穴の中なんかおるんだろうな、生き物が。とにかく釣れないわ、ひどすぎる。どうよ。釣れたぞ。釣れた。でかいのが。芝居かかっとるから。でかいのが釣れたぞ。何センチ？25センチか。これぐらいだったな。うん。でも、俺見てねえわ。腹パン。ただ、動画撮った。あ、撮った。ただ、魚の、あれがいいよな。
腹パンだったで。お前これ何グリーンボードか。何が。あ、グリーンボート T シャツやな。スポンサーやっとるか。お、俺グリーンボートのスポンサーやっとんだ。スポンサーか。そうやだ。見返りはないわ。見返りただで乗れるか。お、まあただ乗らなくてもね。うん、みんなで楽しくできればいいな。まあまあ、もう白が生えてきたな、ついに。お、年やね。51歳。年や、50歳まだ。もうすぐ51や。何日生まれ？ 9 月。もう9月、今月やな。915。925や。925か。9.25 やで。ちょっと、白髪がお前、なんかそのロマンスグレーみたいに意識してお前やってるわけだ。そうや。女を意識してる。女意識しとるか。渋めの親父をね。モテるか、お前。するために。モテるか。おぉ、モテると思うで、俺。モテる場所に行ってないから分かんないけど。すぐモテるわ。今、海老原からメール来てよ。誰や、海老原。エビ原や、うちのエビや。エビがメール来たよ。あ、エビ、あ、ちょっと誰か分からん。自宅がよ、今よ、エアコン止まってよ、コロナになってもうめちゃくちゃやと。エビ原コロナになった。おコロナ、多分コロナやで、ほいで今エアコン止まって待って、もう動けへん、めちゃくちゃやってメール来た。しょうがないな。もう大変なことになったね、コロナで。しょうがない。まあな。コロナは気をつけんとな。一匹か今日俺坊主。おお、ちょっとお前浜尾だって会ってなかったんだ。浜尾、いや、まあでかいの一本取りたいからよ。タイミングがさ、いや浜尾でかいの来るから、タイミング合ってなかった。ああ、小バスも釣れんことないけど、でかいの一本取りたいからさ、うん、俺も狙ったんだけど、両方釣れんだよ、うん、カーリーの場合さ60も取るし。あ、そうか、うん、あれなんか、あれ YouTube で見たけど、あのガクト、あの音楽家の、うん、ガクト、うん、あの人なんか偉い人なんかい。偉いっていうか、音楽家じゃん。ガクト様言うとったから、なんか偉い人かな思って。偉いよそれ、お前もう金持ってるか。金持っとんだからね、偉いだもん。ほら筋トレで鍛えとるから、まあ、朝倉未来とボディ殴り合っとったで、ガクトが。お前、お前やってもらえ。ガクト様言うとって金がもらえるから。お前やってもらえ。あやかりたい、あやかりたいっつってな。お前あやかりたい精神、あやかりたい精神だお前で。お前よ、ガクトとよ、腹いいねボタンピッ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 と押して、お前ガクトとよ、朝倉未来とよ、腹殴り合えや。見た、あの動画。ガッくんはよ、筋トレ好きやね、あいつ。そう、あの後輩やでな、ガッくんは。ああ、ただガッくんは本気でやっぱりさ、あの礼儀正しい人やから、うん、俺らみたいな失礼、ゴミ虫みたいな感じやん、俺らは。俺らゴミやで。いや、ゴミ虫みたいな感じで生きとるから、社会の底辺だから。だからガクト様は、ね、やっぱり出世されとるからよ、やばい、一流になってくると礼儀もな、いやマナーとかもしっかりされとんね、うん。ガクト様でも俺らと同級生やで、ね。いいことしたやで。同級生やろ。いいこと、後輩や、後輩。いい子後輩やでよ。だから後輩やね。同級か。同級やと思うよ、多分。ただ向こうはな、うん、一郎みてえなもんだからよ、うん、芸能界の。まあ俺は一郎世代かガクト世代ってな。おお。一個下はあの松井や。松井わかるやろ。松井って誰？松井ってやろな。あのドスケベの AV 好きなやつか。そう。あの巨人のな。一個お前が一郎嫌いだでな。一郎はまあ嫌いというか、もういいや、もう隠さず、あんまり使うな。要するにあの俺は好きだけど、好きじゃないな。あの俺の友達が一郎の友達やでよ。そうなの。大学の時の友達がお前一郎の幼馴染やで。幼馴染なの。そうやで。一郎の幼馴染。一郎、お前顔丸出しになってるお前。やめろよお前。何やっとんやお前。今ちょっと針が落ちたぞ。ちょっと拾ってけよ。そうで探しとんね。まあそんな感じで今日ちょっと一日粘ったんですけど、なかなか厳しいですね。ということでみんなまたね、バイバイ。やっぱ聞くよ、ガクト様一流か、やっぱな。うん、どどれよ。ガクト一流やで。ガクト様一流か。うん、俺はゴミ虫みたいな、その社会的地位はな。そりゃ向こうが一流だったら、こっちはお前五流ぐらいかもしれんな。ただまあそんなもん関係ないでな、やっぱり映画には。うん、やっぱり生き様な問題で、一流だから偉いわけでもないから。あ、だよね。あ、そうだ。何やっとんの。ちょっと携帯見てる。野球か。そうやね。お前その野球の動向が気になって。何なんだよ。何いきなり2回で5対1や、厳しいなこれ。
今何位やもんより、まあ、1位だけどちょっと死ぬ。お前広島が命やもんな。そうだ、今ちょっと勝負どころなんだ。その優勝したら泣くぐらいの勢いだろお前。そうやね。やっぱ涙出る。涙出ないけど。いやでもそのぐらいの思いやろ。まあそれぐらいの思いでは出ないけど。いやでもそのぐらいの熱量やろお前、うん、なあ危ないなやっぱ野球ファンは。どうした？野球ファンって巨人ファンもよ危ないでな。巨人が負けたら機嫌が悪くなるみたいな。そうか、そういうの。そら野球、本物の野球ファンはな機嫌悪くなったらあかんですか。いやだから面白くないってむちゃくちゃ。だから巨人が負けるとお前あの喧嘩が増えるって昔から言うやん。昔はな、今そうでもないや。今クルド人がもう暴れまっとるから、まあ、あれあれ強制送還してもらった方がええか。うん、危ない。いやだから前任のクルド人はいいんやけどよ、中にテロ組織みたいなの紛れ込んどるらしいんだよね。テロ組織はダメやっていう、まあ噂な、噂。テロ組織はダメ。でもなんかデモとかさ、あと警官と怒鳴り合ったりしてんじゃん、あれ。そうなの。そうやで、20人ぐらいで警察官か、警察に行って囲んでさ。映画じゃねえか、映画の。いや、全部動画に出とる。あのテレビでもニュースになっとる。映画じゃねえか。だから、なんかとにかくケチつけて切れるんよ。あ、そこ入ってな。ちょっとジュース買う。あれ、菊池さんはよ、あんたはさ、そのブラックバスをさ虐待してる YouTuber とかおるやん。知らない、そんな人いるの。おるね。で、学芸生物って殺して食べたりしてる人おんねん。食べるのはいいと思う。うん、食べるのはありでしょ。虐待はあかん。いやだって虐待言ったらいじめのことやで。特定外来生物やから。特定外来生物って関係ねえじゃん。まあな、だからそれが人間でいう移民みたいなもんだろう、うん、移民とはちょっと違うか。もう言いついとるからな。まあまあな、アメリカザリガニもなんか今法律変わってお前、うん、捕獲してなんか食べたらあかんのか。食べるのはいいんだけど逃がすのがいかんのかな。逃がすで子供は、子供を捕まえるのかっていう話やろそれ。お前違うか。もうそれ子供捕まえるんかそれで。お前それ捕まえるよ子供を。え、日本の宝や子供は。宝物やでお前。うざいからそうか、うん、普通に喋っていいよ。もう息、あの息が強がらんでいい、うん、さっきのお前おった軽トラ乗ってるチンピラと一緒やお前。なんか胸張ってあの降りてきたんやけどなんか胸張って歩いとったやろ。周りを威圧しながら。だからそんな強がらったらあかんよで。でも子供はお前日本の宝やお前。まあな、まあな。子供捕まえるんかっていう話やお前。子供はお前いくらでもアメリカ誰か逃がしとるわ。だからあのアメリカあのブラックバスとかも逆に増やしちゃえばいいと思うんだよ俺。まあね、うん、で自然破壊とか言うやん、うん、やっぱり時代とともに変わるからな地球は。まあ、なもうしゃあないよな。アメザリとブラック、いや今から新しいよ魚を持ってきたらまたそれはちょっと違うかなと思うけど、もう今在来の生き物はな。いやもう いついとるからもうバスは。もうだって長良川でもお前スモールがもう今めちゃめちゃおるらしいだ。そこそうやね、長良川から最初の話でな。 おるんだ。あそこの福井県の何々湖にもスモールがめちゃめちゃおるで新聞ニュースなどだよ。もう取りに行くか。釣り行くかあそこ。あれどこの湖やったっけ。あ忘れたけど、まあ、福井県行ったらおるんじゃないかな。いやなんとか湖でさニュースなどったん1年前に、あのエビでめちゃめちゃ釣れるとか言って。そう、ね、スモールが。いやスモール釣れるんじゃない長良川でもエビで。スモール長良川にもおるやろな。大繁殖しとんじゃないか。あれ長良川ででもバスボート出てるから乗ってみるか。マジで？バスボート出とるやん。マジで？あの昔10年ぐらい前にコラボしたさ、うん、当時高校生だったさ人がさ、ちょっと名前忘れちゃったけど中指立てて、あの中指立ててレオじゃん。レオじゃないよ。レオではない。あの背の高い子やな、スラッとした。ああレオチビだろ。レオってかブレイキングダウンのレオだろ。そうだよ、レオチビじゃなくてその中指立てとるな。名前なんやったか、レンレン君やったかな、うん、レン君だったかな。ちょっと名前忘れちゃったんやけど、バスプロになっとんね今。バスプロに、うん、ここでなんか長良川でボート乗っとるから乗してもらおうか。乗してもらおうや。断られるかな。なんで断られる。いやなんか俺ら うざいって思われることやね。金出したら何本でも乗してくれるやん。あれグリーンボートやって、まあ、初め金やねお前。グリーンボートやって、まあ、初め俺ら白い目で見とったやん。見とったで初め。あれ YouTuber のあいつやー言うて、で何回もあうちに徐々に打ち続けてたからな。そうやで、初め白い目で見とった俺らも見て。そうだったもんな。ほんほんやで。
で今でこそお前俺のツイッターにいいねボタン押してくれるぐらいになったけど、はじめはお前見とったよ、はじめで何回か会って喋るうちに、まあ普通に会話できるんだと、向こうも見方が変わってな。じゃあ何回も釣り行ったやん。うん、まあまあ初めから普通だった気がする。うん、お前のさ、イナちゃんとおったやん。ああ、あの人はちょっとヤバい人だったからさ。イナちゃんまだできてないでな。ちょっとヤバい人だったから。だってお前、何だったっけ、レスキューのやつ、あれだ、浮き輪か、あれ用意しといてねっつって、おい折れましたっつって忘れてまっとったとかな。忘れとったね。あとエンジンも忘れてきたら一回エンジン忘れたみたいな。忘れとんの、あの人忘れとんの。でもイナちゃんはもうだってもう顔がやばいからな、普通に顔がなんかもうなんかなんだろう、なんかグレムリンっていうかなんかなんだろう、あれアロハシャツみたいなイメージじゃん。まあまあな、あ実物会うと全然違う人なんだけどな。いやだからイナちゃんはあれ損するタイプやな。あの人柄はいいんやけど、なんか容量悪いもんだから、あの礼儀とかマナーもできんじゃん、頭も悪く。これ訴えられるか。やっとけ。まああの口はな、あの誹謗、今あの開示請求でさ、誹謗中傷ダメだよ。でも頭が悪いぐらいいいんじゃないの、これもダメなんか。いやダメでしょ、頭が、なんで俺が頭悪いって言われないかんの。そうか、でもまあ、あのホリエモンとかひろゆきとかがさ、いつも頭が悪いバカだバカだって言うから映るやん、あいつらいつも言っとるで。そんなやつ見るからな。いやホリエモンとか言っとるやん、バカだって、貧乏人はバカだとかさ。あいつがバカだと思って。お前嫌いやもんな、ひろゆきと。ひろゆきとホリエモン。ひろゆきは別にそうでもないけど、ホリエモンが嫌いだ。なんで、冒険が多いから。やっぱあいつもともと広島カープを買い取ろうとしたんや。ああ、それで恨んどんか。おい。それはしゃあないやん。なんだこいつと思う。いや、だって。このポットデガーと思って。はじめ別の球団買おうとしとったんやろ。いや、知らんけど、広島カープ買うとか言い出して。で、楽天が買っちゃったやん。楽天はまあ、近鉄だったかな。で、なんでホリエモン買えんかったんや。ホリエモンは、ね、反対にあったの。その前に捕まったんだよ。だってあれ広島で立候補したやろ。あ、亀井静香ってことね。で勝ったんか、負けたんやな。負けたよ。あ、僅差でな。あれ勝ったらとんでもないことになってんだよ、広島カープ買えば。あ、そんで広島、あれ広島出身か、あれ。あ、全然違うよ。どこや、あれ九州か。知らないけど広島じゃないと。ああ、ああ、ああ、まあホリエモンはな、もう行動力あるから感じたことをさ全部具体化、あ、やりたいこと全部やる人じゃん。いや、知らん、とにかく嫌いなんだよ。あ、それ以来。でもお前言うとったやん、あのひろゆきのさ、働いたら負けっていうの。いや、それもちょっと使うな。働いたら負け。なんか生活保護もらった方がいいとかさ、なんかよう言うんだ、そういうこと。で、なんか若い子が見たことはないんだけど、曲げとる。若い子が見たらさ、なんだろう、そういう風潮になるよね。そんな変な洗脳するなって。なんか働くよりさ、じゃあ生活保護の方が、フリーターだったら生活保護の方がいいじゃんみたいな。社会的信用ゼロだから生活保護の場所。まあ生活、まあフリーターと手取りで変わる。フリーターの方がそれでもまだいいよ、社会、ね、その生活保護より。まあまあな、なんとも言えんけど。フリーターだったらまあさ、気性から良かったらうちの娘を嫁にくださいって言ってもまああげるかもしれんけど、うん、生活保護やったら絶対あげないよ。そうか。生活保護だったら絶対あげない。いや、お前もその生活保護のがやっぱ悪い人みたいに見えるんか。ああ、そうですよ。あのうちのてるちゃんもあれ生活保護もらおうとしとったんやけど、車がダメなもんで諦めとんねん。ああ、車買えなくなるかな。そう、生活保護は社会的信用がない。まだまっすぐ、まあ生活保護もいいけどな、まあなんでもまあ自分一人でね、生きていくんだっていいけど、生きてるから周りの人も、まあ、巻き込むよな。そうか、ラーメンやっとるかな、あれ、ババんとこの。どこ？北国亭。北国亭。さっき閉まっとったよ。やっとるか。分からん。やっとったら夜。あの、うまいとこ行くか、向こうになってなんかあったやん、前。おーちゃんと行ったとこ。あの、なんかあったじゃん。あれ。閉まっとったとこ。あれ、そう。あれ、わかんの？あれ、不満すいか。これ左側曲がったとこの、あの、ラーメン屋もクソまずくない？あれはもう食えたまじゃない。あれな、あの、野菜が腐っとるよな。あれ、名前なんだ、あれ。あれな。名前知らないけど、めちゃくちゃまずいとかね、左回ったのに。あかん、やってないか、北北亭。
いなくねえか。知らん。あ、ついとるぞ。さっき閉まっとったね。あれ光がついてねえか。今日定休日なんじゃないか。水曜日定休日だろ。あ、マジか。でも光ってない、あれ。ローソンの前やっとるか。どうだった、まだ先。ローソンの前やろ。やってないわ。やってないわ。やってない。あそこの、ブレイキングダウンのあれ出てくるようなあのゴミ駅へ行くか。なんだっけ、なんとかバッグみたいな感じの。もう潰れてんじゃないか。イケイケな感じのゴミ駅へ行くか。多分潰れてるわ。あれ、ああやってないだろ。あれ、アハが報告でやってないな。ああ。まあ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 。だからな。なんて昼ハンバーガーしか食ってねえじゃん。まあなあ。意外と腹いっぱいになったけど。ラーメンくらい食いたいな。彦根の辺にうまい店多いよね。マジで。だって彦根は、だって彦根城があってさ。いや俺彦根であのクソまずいそば作ったじゃん。覚えてる。いやいや、もちろんあそこはチェーン店でまずいとこやけど、彦根はやっぱりそのそれに城もあるし。あ、そう。俺が前行ったお好み焼きめっちゃうまかったよ。あ、そう。うまいとこあった。適当に入ったんだ昔。ああ。めっちゃうまいやんつって。あと行列のできるラーメン屋もあるしな。もうだから入れん、もう行ったら彦根のとこにもう人がめちゃめちゃ並んでるから、並んでも嫌なってやめたんだわ。彦根はうまい店あるよ。この辺クソまずいやん。彦根の温排水行くか。そこであれやめようよ。釣れないでしょあそこ。釣れるけどこんな小バスが。あの温排水も、よう厚見拓磨からよ、なんだろう、なんだったっけ、もう名前忘れちゃったわ、久しぶりすぎて。いろんな YouTuber があそこ行っとるでな。あ、そうなんだ。そのチコレの温排水はもう YouTuber がお前売名のためにみんな行っとるやん。あそこに蓮見拓磨から始まって。あ、そうなんだ。もうみんな行っとる、あのチコレの温排水は。冬でも釣れるって。冬釣れるもんね。確かに釣れたもんな。まあ小バスがな。でかいのいないのかな。おるよ。おる。おるけどやっぱ釣れづらいよね。おるよ。おるのはおる。すぐ食ってきたもんね。20センチとかは多いよね。だってドブ臭いじゃん、ちょっと汚くて。食べるわけじゃないからいいけど。まあなあ。でも琵琶湖の漁港もさ、ああ、もうなんだろう、釣り金釣り金で今はもう時代が変わってるらしいで。ああ、そうなんだ。で10年前はさ、俺2014年ぐらい始めた時さ、ああ漁港入り放題やってみんな釣っとったね。ああ。もう今奥琵琶湖でも漁港全部釣り金だしさ。マナー悪いやつがおるんだ。YouTuber のせい。YouTuber な。そうそう、YouTuber のせい。YouTuber みたいな。俺らのせいで、YouTuber が行くやん。そしたらその YouTuber のファンたちはさ、うん、その自分の信者になっとるもんやから、その人が釣り行ったとこを聖地と呼んでさ、なるほど、行くわけだ。なるほど。ああ、だってマスゲンが釣ったやったら、あっマスゲン釣っとるって行くわけだ。じゃあマスゲンのせいってことか。まあそれもある。なのでじゃあ K さんが釣ったら、うわ K が釣ったとこはってみんな行くやん。 K さんのせいだな。まあまあ、だから YouTuber みんなのせいよな。ああ、でそもそもよ、あのバスプロとかはや、おかっぱりで撮影やらないんだわ。ああ、さすがその辺はわきまえとんだな。やっぱりバスプロがやるとその人が集まっちゃってさ。ああ、やっぱ YouTuber のせいだ。じゃあ YouTuber なんだわ。ああ、 YouTuber だから。ショークローとかな。ショークロー何やっとんのやつ。ショーちゃんはあれ、あの子あの後な、あの3年前はよ、うん、もうあの生活することもできんぐらい、まあ、貧困で。生活保護か。生活保護じゃないけど、もうなんかもう生活が苦しい感じでよ、今 YouTube で何度かやっとんちゃうか。今生活保護だったりしな。いや稼いどるだよ多分。言うても月50万ぐらいあるんじゃないか。分かんない。いくらぐらいあるのかな。ショーちゃん。だからショークロ TV の収益的にさ、再生回数アベレージで10万回ぐらいでしょ。でも2人はやっとるで、2人でも多分。ああ仲間な。うん、2人ではあるから少ねえか。うん、思うね。2人はおるやろ。ああ。俺見た感じ2人おる。でもなんかショークロ人気がやっぱり上がってきてるね。ああ、まあ知れてる。あのもうバスイがもう加工気味だから。まあでも何 YouTuber って畑拓磨、マスゲン、ショークロ、次 K みたいな、そういう感じじゃない。いやでもまあガクト様には勝てない。ガクト様だって初めて1年半なんだから。勝てんぞ。この業界では後輩なんだから。いやいや後輩ではないけど、ガクト様には勝てんぞ。1年半もやで、あれの人釣り始めて1年半で、やっぱ一流の人間だからさ。あ、でも1年半、3年やったら多分追い抜かれるわ。いや今58釣ったっつって。マジで。うん、でもさ俺らと違うじゃん。もうガクト様はさ、そのマレーシアに住んどんね。
そうだな。でそのマレーシアでバス釣れるらしいんだ。マレーシアで58釣ったの多分な。でだけどすごい、ね、やっぱ船で行っとるからさ、俺らみたいにさ、そのドブ川から自分の足でさ、なんか俺なんか、俺のやっぱりすごいとこはさ、その情報入れずにさ、知識絶対自分だけの力でやってたから、歩いて、なるほど、一歩一歩。でもガクトさんは船でプロとかにおしめやってズドーンズドーンズカーンやから、まあでもすごいいいじゃん。いや、やっぱり庶民はやっぱりおかっぱりで、お前、いや、もうガクト様だからいいんだよ。変化ガクト様なんだから。コラボもやるといいな俺ら。ガクト様とコラボするか。年上同級生だね。もうちょっと今度申し込んでみるかお前。たださ、ああいうガクト様とかイチロー様とかトヨタの社長様とかはさ、一流は一流とつるむんよ。で俺ら言ったらそのユーチューバーとして五流六流になっとるやん。ゴミ虫じゃない。ゴミ虫じゃないけど、あの一流じゃないと絡まんのよ。ああ、そうだな。だから畑拓馬って言ったらバス釣り会でトップ。一流だと認めとるから絡むわけよ。まあな。ああ。どうやって帰るの？俺高速だよ。道分かってる。明日道で行った方が道あるで。どう行ったら？ああ、突き当たり信号右。右行ったらいい？いやいや、ここの8号ってあるやん。これまっすぐまっすぐ。まっすぐ。まっすぐ行って高速越えて、大きいとこ右行くと、なんかあるよ店は。そっち行くじゃまっすぐ行く。おお、まっすぐ行こう。飯食うやろ。うん、食うよ。あるでオアシス。いや、ここ食ったらまずいんだわ。ここ食ったんだ俺。ダメこれ。やばいからこの辺は。まずい。マジでやばいから。変なおばあさんがやってるからね。あ、そう。うん。でキクリンそういうとこあるよ。やっぱりその一流の人は一流同士で。だから。まあ俺らゴミ虫だけど。うん。無理かじゃあ。いやだから眼中にいないって言って俺。DM 送ってさ。あのおうおう。俺らとコラボしていただけませんかっつって。俺リンカのファンやん。顔が可愛いから。顔が好きなだけなんだけど、でリンカさんつってさ、あの写真撮ってもらったらさ、うん、でちょっとだけ動画撮っていいですかみたいな、ハメ撮りじゃねえけどさ、うん、あのちょっと動画撮って、動画ですか言われて、ハメ撮りって言したんでしょう、ね、いやおい、だからどっかの YouTuber かよと言われて、うん、違いますって俺言ったから、あの時僕は嘘ついてこれ右でいいんでしょ、ここ右右右右、なんかあのバス釣り会はさ、うん、リンカのこと嫌ってるやつ多いやん結構。そうなの？リンカ様を？いやだから俺は全然好きなんやけど、うん、なんで顔可愛いじゃん。可愛いな。うん。まあでもと、まあ、年ババアかも、年35か。ババアとか言うのはリンカ様。いやでも可愛いじゃん。いやファンだから。俺リンカのファンだから。セットしたい。もちろん。うん。だけど嫌ってる人多いね。そうか。みんなでもセックスしたいと思うで。嫌ってるとか言いながら。まあ可愛いからな、うん、多分セックスしたいんだよ、ちっちゃくて、あったらちっちゃいんだよ、もうだからセックスしたいんだって、もちろんな、うん、それだけだわ俺らは。いやいやいや、まあいいけど、やっぱりそういうあれだな、バス釣り業界でもいろいろなんか派閥があるんやろうな、うん、まあな、俺らもさ、だからさ、リンカ様とね、ああ、リンカ様リンカ様言うけど、うん、いざ一回セックスしたらね、もしだよ、うんうん、そしたらもう多分次からちょっとどうでもよくなる。いやだからやれないからいいのよまた、うん、そうそう、やれそうでやれない女たちってやつやな、昔の、一回セックスしたらもう多分リンカ様のことふーんって感じでどうでもよくなっちゃう、まあ分からんけどな、うん、どうでもいいかこの話まあいいよ、好きにも自由にオープンにしていこうよ、これこの道で合っとる？合っとる合っとる、これずっと行けやラーメン屋とかいろいろ出てくる、あのおーちゃんと行ったとこ行こうよ、あの桜ラーメンだったっけ、いや、なんだったっけ、クソまずいとこな、なんとか朝日みたいなあれまずいな、そこなんかうまいとこあるらしいぞ、マジで、あのなんかあそこがうまいよねってみんな教えてくれるんよ、リスナーさんが、でうん、でも知らないんで僕忘れちゃうんだよな俺、まあ、だいたいね、鳥沿いにどんぶり屋どんぶり屋だいたいこの鳥沿いのラーメンはまずいんだわ、あ、そうなんだ、だからちょっと中入って知る人ぞ知るとこ行かないかんねん、だいたい鳥沿いの左側にもあるさ家系みたいなのもまずいんだよ、でも通り沿いにしかな分からんじゃん俺ら、まあなあ、よそもんはさ通り沿いに行くんだよ、あ、この道にあるの、なんていうこと、この道沿いにあるの、だいぶ向こうか、だいぶだいぶ行くよ、あ、だいぶ行くよ、うん、20分15分なさそうだな、ちょっと買ってみる、15分ぐらい行かんとないで、今中華料理あったよな、あった、福流屋っていうのなんかあったけど、まあいいよ、
でもバスは釣れんのも。もう釣れたで今日。で、あんたが一匹やな。うん。じゃあ俺釣れないやん。まあな、ちょっとエモいもんな。ちょ、でかいの狙っとったやん。あの、浜王で。まあ釣りの技術はよ、だけど俺らはヘボい方やで。ただ俺を持ってサーチンより上手いと思ってる。で、カメドンも結構ヘボいんだわ。でもカメドンガチ切れすんねん、これ言うと。カメドンだって釣りしてるの見たことない。いや、しょっちゅうやってるよ。で、あの、配信にしとって、その、なんだろう、まだその、素人の域でさ、俺の方がうまいとかいうところにこだわってやっとる感じない、まだな。うん。だからまあそこら辺はな、俺の方がうまいとかそんなあんまないよな、でもな。まあバスプロで競技としてやるならあるけど、まあみんな自分にプライド持ってやるからさ、うん。どこいいだ？これなんかできたんちゃう？ちゃんぽんってな。いまいちやで。ギクよ、あの、散々俺配信すると言われるんだ、釣り行け、釣り行けって。おお、期待じゃん、よかった。いや、だから期待されたんやな。おお、そうかもな。もうファンがおるでな、うん。ファンのためにお前立ち上がれよ。もう、いまだに課金してくれるメンバーもおるしよ。課金してくれてるメンバーのためにお前立ち上がれ。マーブルなんかやっとるわけじゃないぞ、お前。ビー玉か。ああ、もうやめてまえ。ファンのためにやっぱやらなあかんか。全部リュウジに任してよ、お前。リュウジとカメちゃんに任してな。俺ら釣りだけだもん。それはダメだろう。まあ、釣りもな、たまにはいいかもな。あれ、グリーンボートちょっと呼ぶか。呼ぶかって仕事してた。いや、休ませてよ。ちょっとこっち遊びに来いよっつって、釣り教えたるっつって。向こうの方がうめえな。向こうの方がだいぶ釣り前の。一応プロだからな。いろいろやっとるよ。いや、一応プロだから。一応釣りばっかやっとるやん。釣りばっかやっとるからな。あれ、名前何だったっけ、グリーンボートの。グリーンボートでしょ。いや、JK さんと JK、ああ、JKTK さん。TK さんとそうですね、女子高生と小室哲也だ。だから、名字なんかな、あの二人。いや、女子高生が好きなんでしょ、JK ってことは。いや、だから、木村樹也みたいな名前なんじゃない。ロリコンってことで、TK の方は田中健二みたいな。そういうことやろ、うん、TK って言ったら小室哲也。そこから撮っとんじゃないか。ああ。グリーンボートの船乗ってちょっとあれ、前言っとったやん、高橋カップやってくれるって。いや、俺らがやるって企画したらやってくれる。やってくれる、なんかグリーンボートカップみたいなやっとるからね。まあでも人がそんなに台数読めないやろ。15人ぐらいか、10人ぐらいか。俺らの高橋カップだったら。ああ、いや、じゃあ船がさ、決まっとるじゃん。いつもあれ10人ぐらい、15人ぐらいかな。ああ、これ出せるのか。ああ。多分マックスぐらいかな。船が何台あるの？船6台ぐらいじゃん。だから、あ、焼肉湖北園。え？焼肉湖北園、うまそう。食った食った。食った。来た。よっしゃ。よっしゃ。よし。よっしゃ。でかい腹が、腹がでかい、これすごい、とんでもないでかいのが釣れた。この腹すげえ、22センチやけどとんでもない腹、すごいわ。やっぱり琵琶湖はすごい。ありがとう。めちゃめちゃうまいな。あ、はい、麺もらえます。はいはいはい。この唐揚げうまい。うまい。これ。なかなかうまいな。この麺がうまい。うん。
唐揚げのバッグ。鶏ラーメンだ。唐揚げセットがあったの。うん。いらんかった。うまそう。うまいよ。